倉庫をリノベーションした隠れ家的なカフェがオープンしました。店内は倉庫ならではの広々とした空間で、センターには大きな暖炉も。窓も大きく開放的です。カフェダブル店長の山田です。カフェダブルは倉庫をリノベーションした隠れ家的なおしゃれなカフェになっています。そんなお店がおすすめするメニュー、最初はランチプレートです。熟成肉を使用したローストビーフはリピートナンバーワンです。特製ソースは有機栽培された調味料を使用しております。お米は16穀米を使用しております。次のおすすめはハンバーグプレートです。ハンバーグはヘルシーになっており、女性にとっても人気です。こちらもお米は16穀米。また全てのメニューにあるサラダは無農薬野菜を使っています。ライフスタイルを模索しながら、ゆっくりとおしゃれなカフェ時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。夜は飲み放題プランもあるとのことなので、おしゃれなお店でのんびり幸せな時間を過ごしてみては。